お聞き届け願えないときは非常の手段を取らねばなりませぬが。大佐、どうあってもというなら、この老人を踏み越えていかねばならんぞ。やむを得ませんな。一発の銃声が全ての始まりだった。 SC1 号にデロイアは動乱の時を迎えようとしていた。開拓時代とはわけが違う。今や独立が歴史の必然だ。地球の食料資源の 40% はこのデロイアに依存し、動物資源においては なんだ君たちは。ただいまより連邦評議会は我が軍の管理下に置かれた。指示に従わぬ者はデロイア独立正規軍の名のもとに処刑されるものと心得てもらいたい。親愛なるデロイアの東方諸君、我々は立ち上がった。150年にわたる屈辱的な地球支配を打ち破り、自らの力で新しい歴史を築く日が来たのだ。今日この場で反乱軍は連邦評議員を人質とし、地球連邦に対しデロイアの独立を迫った。事変に対し連邦軍の対応は素早く、数日を経ずしてデロイア製の首都カーディナルを包囲した。評議員奪回を目指す連邦軍別動隊は、特別志願の連邦評議会議長ドラン・カシムの一子クリン・カシムを加えて、首都カーディナルを一望に見渡せる北8キロの地点バーディングヒルへと迫っていた。その時間に合わせてコンバットアーマー4機が出撃。橋を一つずつ受けます。以上だ。では作戦開始まで。敵のパトロールヘリです。隠れろ。よし、大丈夫だ。どうしても引っかかるんですがね。捕らわれている要人が議事堂にいるという根拠ですよ。そのことでしたらもう説明したはずですが。コンピューター試算ですか。それだけではありません。私が脱出するとき、反乱軍が上へ連れて行けと叫んでいるのも聞いています。失礼。だったらそれはそういうことにしておきましょう。一つお聞きしますが、あなたはなぜそのことにこだわるんですか。反乱軍を指揮しているのがフォンシュタインという男だからですよ。どういう意味です、それは。あの男は地球の士官学校を出ただけではなく、そのほとんどを地球で過ごしている。恵まれた環境にいて財界にも顔が広い。そんな経歴の男が本気で独立運動なんか起こす気になるかね。それも先頭に立ってだ。どんな男が指揮しようが反乱軍が存在している、それだけは事実ですよ。デロイアの東方諸君、我々は6日間待った。反乱軍の独立要求に対する地球連邦内の意見はまとまりを見せず紛糾を続けたが、体制は独立支持に傾きつつあった。ただ一人、評議会議長ドナン・カシムのみ沈黙を守っていた。だからこそ今のうちに手を打ち、友好関係を作っておくべきです。そうだ、その通りだ。彼らが独立を願うなら認める。それこそが友好関係を作る第一歩だ。タイムリミットだ。どうする？カシム議長、どうします？わかった。
独立を認めるということでフォンシュタイン大佐に会ってこよう。始まりましたな。もう引き返せんぞ。今だ、行くぞ。鉄道隊の議事堂内突入に相抗をし、本隊は市内制圧に進発した。あの部屋に間違いない。どうします？一気に突っ込む。父さん、父さん、止まれ。レイク、これは一体どういうことなんです？心配をかけてすまなかったな、父さん。レイク、君に迷惑をかけたんだろ。許してやってくれ。カッカ、これはどういうことなんですか？我々も聞きたいな。彼はそこにいる評議会のメンバーに先導されて反乱を起こしたんだ。え？つまり利用されたんだ。そうだ、何を言うんだ。
貴様はこの男とどんな取引をしたんだ。連れて行く。君って男は恐ろしい人間だ。そう、君よ。それでは今回の反乱事件は彼らが策謀したというんですか。その通りだ。彼らはデロイアを独立させることで利権を得ようとしたのだ。そのために自分たちはまず議会でデロイアの独立を必ず承認させる。その一方で独立をたやすくさせるためにはまずデロイアで事を起こせと迫ったのだ。その通りだ。議長と話をするまでは恥ずかしい話、そこまで考えているとは思わなかった。私が望んでいたのは独立ではなく、植民制になっているこのデロイアを地球の8番目の州として認めさせることだった。評議会に議席を得ることがデロイアの望みだったのだ。それを奴らに利用されたのだ。絶対に許せん行為だ。私は連邦評議会の議長としてデロイアに対し深く謝罪すると同時に州立化を承認する決定を下した。ということは地球側の今度の事件に対する報復行動は一切ないということですね。先導した評議会の代表を極刑に処さないこと、またこちらも反乱軍に対し一切報復しないこと、それが条件だ。実に丸く収まったもんだ。君ラコック。はい。今のメッセージを文書化して地球に送ってくれたまえ。は、直ちに。事変は意外な収束を見せた。デロイア独立を支持する連邦評議員多数が逮捕され、反乱の首謀者フォンシュタイン大佐は事変の責任を問われることなくデロイアの州昇格に伴い州政府代表に就任した。妙にあっけなかったな。事変はデロイア州誕生、自治権確立と理想的に収束したかに見えたが、その後のデロイア内の独立派への摘発の激しさに、その謀略性が浮き彫りにされた。いつ戻るつもりだ。クリン、お前と議論をしても始まらんが、政治というものは最大多数の繁栄を実現するために行うものとわしは信じている。だからゲリラ狩りや反対する連中を叩いてもいいというのですか。やむをえんだろうな。父さん。やむをえんと言ったのは、いつの時代にも一つの政治に対する不満分子は必ず存在し、時の政府と抗争を繰り返してきたという歴史だ。しかし歴史がそうだからといって繰り返さなければならない理由はないはずです。お前は歴史というものを理解していないな。ではどうすればいいと思うのだ。
彼らが言っているように独立を認めてやるのです。なぜ？デロイア人も地球人も同じ仲間だ。同じ地球人だ。さらに付け加えれば、今デロイアは連邦を構成する州として自治も認められた。なのになぜ独立しなければならんのだ？つまりそれを願っている者たちがいるからです。なぜ願うのだ？彼らが全てのデロイア人の意思を代表しているわけではなかろう。ではこれからも大佐に不満分子の摘発やゲリラ狩りをやらせる気ですか？わしがやらせているのではない。州政府の代表として大佐がやっているのだ。時間だ。父さん自身はどう思っているんです？多数の者たちのためには少数の犠牲はやむを得ん。父さん、そう思っている限りこの戦いは終わらない。彼らは新型のコンバットアーマーまで用意して戦いに臨む気でいるんです。連邦評議会議長ドナン・カシムの一子クリン・カシムは、自分の理解を超えた父の言動に接し、理想と現実との間を測りかね反問した。運命はクリンに意外な出会いを用意していた。どうぞ。おお、クリン君、何の風の吹き回しだ。君の親父さんはそう言ってたのか。いや、人間ってやつは元来意地汚くできてるものらしいな。こんなところに隠れていても一人前に腹だけは減る。食べんか？いえ、結構です。わしが君の親父ならやはり同じようなことを言っただろうな。何年ものだ。ほら、寝かし方が足らんようだ。元来政治とはそういうものだ。つまり誰がたらふく食べられるかということに尽きている。フォンシュタインや奴らのやり口とデロイア独立を目指す我々のやり方とでは、どちらがデロイア人に多くの利益をもたらすかということだ。でもデロイア人も地球人も同じ仲間では？それは奇弁だ。同じブドウから作ってもワインの味が違うようにな。我々は地球にサービスしすぎた。だがデロイアが独立して、デロイアの政府ができたとして、全てのデロイア人が幸せになれるかというと、これまた違う。そこにはまた必ず反対意見が出る。人間は悲しいものだ。安住の地を求めながら永遠にそれを手にすることができずにいる。だからこそ人類は進歩するとも言えるか。わしが目指しているのは、そういう時少数の意見であっても多数の中に十分反映できる社会を作るということだ。このコーヒーと砂糖のようにな。大いなる試練だが、そうなって初めて人類は政治を持ったと言えるだろう。100人のために2人を切り捨てずとも済むということだ。 SC1 号に11月8日、独立派の指導者サマリン博士が逮捕され、開発中の戦略的コンバットアーマーダグラムが連邦軍によって拿捕された。父さん。フォンシュタイン君、手錠は失礼だ。ゲリラのシンボル的存在のあなたと一度会ってお話をしたかった。さぞ満足でしょうな。地球とデロイア、つまり一つのものを、なぜあなたは二つに分けようとなさるのです？同じ条件に立ってないからとしか申しようがありませんな。同じ条件？地球のやり方はいつも同じだ。手錠を外してもらっても囚われの身には変わりはない。こうして話し合っている時でもまるで立場が違う。同じ人間同士が血を流し合う、なんと愚かなことだとは思いませんか？歴史学者でもあるあなたならお分かりになるはずだ。あなたは過去から学ぶのが歴史だと思っていなさる。それも大事だ。だが私の歴史は未来です。未来？想像ですよ。過去に人間が望みながら果たし得なかったものを作るのです。
連邦を二つに分けることがですか。同じ立場に立てるようにすることです。そのためには血を流しても戦います。人間を尊重なさるならまずそれを尊重していただきたいですな。まやかしの民主主義など欲しくはない。我々にとって必要なのは平等への真の解放です。不幸な結果になってもですか。それは民衆が決めればいいことです。一度あなたのお書きになったという歴史をじっくり読ませていただきます。その上でまたゆっくり話し合いましょう。その時はうまいものを並べたテーブルを囲んで良きブドウ酒を飲みながらにしたいですな。あ、そう、息子さんのクリン君のことですが、彼はあなたとは違った生き方をするでしょうな。あなたが歴史の過去を代表しているように彼は未来を代表している。そうなんだ、父さんたちとは対等じゃないんだ。へえ、こいつはたまげた。おい見ろ、 M1 システムが完全にクリアされてるぞ。ほんとだ、大様だから。何すった私だ。何、本当か。じゃあ地上気象台現場に到達するも内部の状況不明。いいか、よく聞け。多少の破損は構わん、やつを絶対に地の外へは出すな。いいか、絶対にだ。了解。標的が動き出しました。撃て。そのやい地上気象部隊より指揮ヘリへ。どうやら沈黙したようです。うわっ、皆さんまだ生きてます。このダグラムはデロイヤのものだ。絶対に渡さないぞ。激しい時代の波はそれが定めでもあるかのように若者を飲み込み押し流した。バカなやつだ。ドガ市人口15万、新大陸パルミナの政治経済の中心であり、旧植民地時代から大陸統治のため行政庁が置かれていた。今デロイヤ革命の炎は最も激しくこのパルミナを焦がしていた。市内各施設に残りの600が回っている。ただし旧市街と新市街の間にあるこの連邦軍基地にパルミナ駐屯軍が潜入。問題だな。いや、例のダグラムさえ来れば5分ぐらいは稼いでくれるだろう。ロキオさん、サマリン博士とダグラムが到着しましたぜ。来たか。4月、デロイヤ州誕生より6ヶ月後、パルミナの解放組織はドガシ制圧一斉蜂起を前にサマリー博士とダグラムを迎えた。その中には今やゲリラ戦士として独立派に身を投じたクリン・カシムの姿もあった。サマリー博士の到着に時を合わせたようにパルミナ辺境のウルマ基地において事件が勃発していた。はい、APU ドガシ社だが、ラルターフは私だ。クーデター？はい、サマリン博士とザルテス少佐がこの事実をラルターフさんへ伝えろと。わかった、よく知らせてくれた。博士によろしく伝えてくれ。
もこの APU 通信の記事は事実なんすか？連邦政府の見解は？ラコック補佐官、今の心境は？補佐官、何か一つ本当にクーデターなんですか？ね、お願いしますよ。今は何も申し上げることはありません。失礼。補佐官、ありますよ。600ぐらいの兵力など力でねじ伏せられるだろう。力で抑え込むことは簡単です。ならば他の部隊へ影響が出る前に鎮圧すればよかろう。それを今回は死亡者のみ処刑、下級兵士には免罪だろうと、政府に銃を向ける者には厳罰が当然だ。しかしこれが彼らを投降させる最低条件です。行政官、少し甘くはないですか？力で押さえつけても何の解決にもなりません。デロイア兵の不満を取り除かねば第2第3のウルナ基地が出るでしょう。行政官、どうしろというのだ。君の考えを言ってみたまえ。連邦軍内部の昇進制度にもっとデロイア兵に対して扉を開くことです。今の制度はデロイア人に対する差別の縮図と言えます。あまりにもデロイア人を信用しすぎてはいませんか？干渉ではデロイアは抑えきれませんよ。デロイア人兵士の積年の不満の前にレイクボイド行政官の調停策は難航した。何度いらっしゃっても答えは同じですよ。ボイド行政官のお気持ちがわからんのか君たちは。行政官にお伝えください。我々は地球人ではなくデロイア人なのです。忘れ物はございませんか、大尉殿？今度はお子様連れでどうぞ。レモネードをたくさん用意しておきますぜ。大尉殿に敬意を表して。ふざけおって、これ以上奴らをのさばらせておけん。デロイアの豚野郎、攻撃だ！攻撃態勢を取れ！持ち場につけ。何だ？ダグラム、各部隊散開しろ。ブロックヘッドは後方寄りのダグラムを食い止めるんだ。先端が開かれると同時にダグラムを先頭にした解放軍ゲイラ、連邦軍鎮圧部隊の側面を襲った。何？ダグラム。敵は動揺している。アイアンフッド電気を持って敵のフォーメーションを引き裂くのだ。私は後でゆっくり聞こう。ザラ注意から行政官にことづてが。ん？我々は地球人ではなくデロイア人なのですと伝えてくれるようにと。そうか。行政官、永遠に理解し合えんということか。どれほど話し合っても。レイクボイド行政官の辞任に象徴されるパルミナでのこの出来事は、デロイアに力と力の対決の時代が来ることを予感させた。私たちは一応目的を果たしました。潔くあなた方に投降します。
投降ではありませんよ、チューリー。これからは力を合わせませんか、デロイアのために。博士、うん、協力させていただきます。やったぜ。やっただなって。やったー、やったー。デイジー、手伝ってやって。はい。デイジー、忘れられていた青春が、愛が、友情が、革命の星で巡り合う。キラキラ輝く一人一人の命が燃え、流れ、そして消える。けなげな、あまりにもけなげな叫びと祈りが夜空と大地を覆う。ウルナ基地での勝利は解放軍に時の勢いを加え、決戦の地スタンレー高原にて連邦軍の圧倒的な機甲兵団との対決を呼んだ。時代の女神に愛されたのか、解放軍はスタンレーで歴史的勝利を得た。各地に荒廃として起こった革命のエネルギーは、ついにパルムナ行政庁のあるドガをも陥れたのだった。何をするんですか、SC153。 11月19日、デロイア州政府誕生よりおよそ1年と1ヶ月、新大陸パルミナにおいてデロイア解放人民政府が樹立された。味は地球のものに劣っていようとも、今日のワインの味わいは格別なものであると信じる。デロイアの独立を願って我々は立ち上がった。そしてこのパルミナの大地から地球勢力およびその傀儡であるフォンシュタイン勢力を思い一掃した。ふざけるな、デロイアは劣気とした独立中だ。何が傀儡だ。我々は断言する。我々こそがデロイアの人民の意思を代表するただ一つの勢力である。我々はここにデロイア解放人民政府の樹立を宣言する。これは歴史の必然である。特許基地に電話を入れて司令官を呼び出してくれ。あ、わかりました。交換か。パルミナにおける人民政府の樹立宣言に、そうだ、連邦評議会議長ドラン・カシムは、デロイアに駐留する連邦軍再生への第6軍の投入を決意した。確かにパルミナを放棄して連邦軍残存部隊は撤退しましたが、8軍そのものが解体したわけではありません。しばらくお待ちください。全軍をパルミナに派兵します。歴史は逆戻りはせんのだ。閣下、北極騎士が出ました。閣下。お、もしもし、ブレナーです。ああ、わしだ。ニュースは聞いたな。はい、閣下。早速だが。お、閣下。閣下、どうなされました。閣下、いかがいたしましたか。閣下。ワトキンス。どうなさいました。医者だ、医者を呼べ。はい、閣下、しっかりしてください。連邦評議会議長ドナン・カシムの突然の発病に、デロイア州内の実験をめぐるフォンシュタイン代表とラコック補佐官との対立が表面化した。閣下はご病気中だ。ご意見を伺うわけにはいかん。
一方、人民政府内にもその得たものによって目指す目的に微妙なる差異が生じつつあった。私もその意見には賛成だな。遠回りをしたが、もともとはダグラムをボナールで量産して北極ポートを抑え、地球連邦との分断を図り、デロイアを独立させるのが基本戦略だった。博士、ホイスタイン政権との和睦の道はもはや考える余地がないのでしょうか。有利に条約を結べるこのチャンスを逃がすべきではないと私は未だに思っていますが。カルメル君、その話はすでに済んでいるはずだが。しかし。いや、確かに考えようによっては今が最も苦しい時かもしれん。だが、結局は北極ポートを手に入れた方が完全なる独立への早道だと思う。それ以前にいくら交渉しても無駄だろう。もう一度確認しておくべきことは、今デロイアは独り立ちせねばならん時に来ているということだよ。地球の統治を離れ、デロイア人自らの手で、自らの足で、自らの道を築き歩まねばならんのだ。一人歩きができた時、初めてデロイアは独立したと言える。わしらはその一歩を突き進む道を切り開くに過ぎん。だからこそこの歩みは安易なる妥協があってはならんのだ。いらっしゃい。冷たいビールかい。俺もだ。カルメル氏はどうかしてるんだよ。彼が何と言おうと兵士のほとんどはサマリン博士を支持してるよ。そうとばかりを言うぞ。聞けば幹部の中にもカルメル氏を支持してる者は何人もいるそうじゃないか。そこが問題なんだよ。カルメル氏の現実路線といえば聞こえはいいが、要するに地球が表舞台に出てくることにビビってるだけだろう。日和見なんだよ。お前が何と言おうと俺はカルメル氏を支持するぜ。俺に言わせれば博士は理想ばかり追いすぎるんだ。それがどうしていけないんだよ。博士のいいところはな、理想を掲げて確実に実現していくところだよ。だからこそ多くの人間が博士を支持してるんじゃないか。言ってみろ。対応次第では見合った額を払ってもいい。人民解放政府が一つにまとまっていないというのはどうです。どういうことだ。くどいようですが、見合った額を。余計なことはいい、詳しく言ってみろ。実はですね、サマリン路線に批判的な分子がおりましてね、それも雑魚じゃない最高幹部クラスの人物でしてね。何、その男の名前は。ヘシカルメルって言いましてね。ヘシカルメル。ええ、そうです。どうやら修正主義者らしく、地球と交渉の場を持ちたがっていますよ。人民政府を切り崩すチャンスではないんですかね。誰が何と言おうとカルメルさんの主張の方が現実的ですよ。博士たち強硬派は北極ポートを制圧できるという前提で全てを考えている。しかし万一できなかったらどうなると思ってるんだ。君たちが私を支持してくれるのは正直言って嬉しい。しかし博士の路線が正しいか私の路線が正しいかは残念だが、結果が出て初めて評価できる性質のものなんだ。もう一つ、ところ構わず博士批判はやらない方がいい。万一敵の耳に入ったら内部不統一ということで相手を喜ばせることになる。カルメル様、お電話が入っております。ありがとう。ちょっと失礼するよ。カルメルですが。カルナック山脈、パルミナ大陸の最も北に位置し、北極ポートには4日の距離のところにそびえ立つ自然の要塞である。ホイシュタイン率いる連邦第8軍はこの最後の砦でカルナック山脈に総力を結集、その政権の命運をかけようとしていた。調べてみたところ、君はデロイア人で元サマリン博士の下で働いていたそうだな。ゲリラの端くれでしたよ。それがまたなぜラコックなどの。まあ固いこと抜き、詮索好きは好かれませんよ。まあまあ酒でもやりながらゆっくり話しましょうや。両陣営の水面下の怪しげな動きをよそに、カルナックでの戦闘は開始された。撃て！
が激烈を極め、両軍の損傷は激しかったが、勢いに乗る解放軍がわずかに連邦軍を抑えた。よし、総攻撃だ。前進、前進。開始され10日余り、解放軍はカルナックの頂上付近の最大の難所を越えた。目標の北極ポートは目と鼻の距離にあった。あと一歩だな。ええ、連邦軍の巻き返しが激しくなりますよ。これから弁務官も言ってました。あまりにも犠牲が大きくなってきそうだ。今ならまだ和平の道もあるが、そうなってからでは遅すぎるとね。戦局の悪化に伴い、連邦評議会議長ドナン・カシミの地球への移送が隠されたが、病状はさらに悪化。北極基地内の軍病院に一時留院を余儀なくされた。八軍も解放軍も同じデロイア人です。デロイア人同士で戦わせておけばいいのです。君は、私は今解放軍の主導権を握っているサマリンにとって代わるべき人物とコンタクトを取っています。それはヘシ・カルメルという男ですが、近々私とこの男とで和平交渉を結びます。もはやこのデロイアはサマリンやフォンシュタインの時代ではないのです。時代の主役たちは北極ポートに集約され、まさに炎を上げんばかりにきな臭く攻めにあった。あの男はそのカルメルとかいう男と手を結び、いや、カルメルを傀儡として新しいデロイアの主導権を握ろうとでもしているのでしょう。己の権勢を欲しいままにせんがためにか。そうです、非常に危険な男です。あの若造め、これでわしの腹は決まったぞ。見てるがいい。何ですって、まだ主流派に牛耳られているんですか。いいですか、カルメルさん、早くサマリン派の連中を黙らせる策を講じることです。しかしですね、サマリン氏の賛同者を黙らせるには何かと細かい配慮が必要でしてね。そう簡単には。いいですか、カルメルさん、もはや北極ポートにはあなた方の数倍以上の圧倒的な地球連邦軍の戦力が配備されているのですよ。え、このまま全面戦争にでも突入してごらんなさい。あなたの努力は全て水の泡です。 お待ちください、フォンシュタイン大佐。とにかくこの問題は全てあなたの決断一つにかかっていることを肝に銘じてください。ではまた連絡します。お、これはこれは、フォンシュタイン代表。さあさあどうぞ。あの、いつこちらへ。貴様、前から許せん男だと思っていたが、ここまで汚い奴だと思わなかったぞ。ラグクッ、大佐、乱暴はお呼びください。貴様、誰もがデロイアのことを思っているこの時に貴様だけだ。おやめください、大佐といえども、これ以上の乱暴は許されません。大佐、どけ。構わん。フォンシュタイン代表は節度のあるお方だ。これ以上ことを荒立たせるはずはない。しかし弁務官。そこをどくんだ。答えるんだ、ラゴック。貴様が我々八軍が戦っている間に援軍である地球連邦軍を参戦させなかった理由とやらを言ってみろ。代表、解放軍との戦闘に地球連邦軍の支援を拒んだのはあなたのはずです。私はそのご意向に従ったまでのことです。とぼけるな。貴様は地球人の中でも最も卑劣な地球人だ。
それは嬉しくない表現ですね。貴様は解放軍と我々第八軍とを戦わせておいて、互いの勢力を弱体化させようとしていた。デロイア人同士を戦わせ、このデロイアを貴様が牛耳ろうとしているのだ。笑ったな。今さら気づいても遅いとこのわしを笑ったか。わしを見くびるなよ、ラコック。このわしにデロイアの血が流れていることを忘れるな。貴様のごとき地球人の意のままにはさせん。ドナンカシムの意を狩るキツネか、小賢しくも閣下を裏切ってカルメルと手を組むか。自分のことしか考えぬやつにデロイアの明日を任せはせん。代表、時代というものは動いているのですよ。何？今はもうドナンカシムやあなたやサマリンの時代ではないのですよ、大佐。黙れ！私利私欲に走る貴様のごとき若造など叩き潰してやるわ。おお、崩壊寸前の八軍の一指揮官に今さら何ができますかね。ラコック補佐官、あ、たとえわしがドナンカシムの傀儡と言われようと、デロイア州政府の代表であることは事実だぞ。ん？このわしがデロイア独立推進派のサマリン政権を認めたらどうなるかな。みすみす貴様の手には委ねません。わしはデロイア州政府代表としてサマリンとの話し合いの場を作る。デロイアの今後をデロイア人同士で語り合うためにな。よし、お待ちください、ホンスタイン代表。代表、お考え直しください。今そのような軽率な行動を取れば、後々必ず悔いを残すことになります。くどい。今さらそのような情けない声を出さんでほしい。君らしくもないぞ。代表。誰が、誰が来てくれ、誰が。いかがいたしました、ベム監督の。ホンシュタイン大佐が血迷われたぞ。ホンシュタイン大佐、解放軍の元へ行くのはおやめください。今さらサマリンのところへ走って何になりますか。今まで戦ってきたことが全て水の泡になってしまうではありませんか。あ、出してくれ。ほっ。八軍の敗北で血迷われた大佐が敵軍に投降しようとしているのだ。投降？説得を続けたが聞き入れてくれん。デロイア州政府代表が解放軍に投降などしたとあっては多大の困難を招いてしまうぞ。あの兵を生かしてはならん。誰か兵に向けて威嚇してくれ。しかし、よこせ大佐。脅しだけだ、やってくれ。はっ。ホンシュタイン大佐、お戻りください。裏切りだ。大佐が裏切って敵に投降するぞ。彼はデロイア人だ。地球連邦の我々を裏切ったんだ。撃て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 。このまま行かせてしまったらこちらの戦力を知られてしまうぞ。ホンシュタイン代表の裏切りは我が軍の混乱を招くばかりか、覚悟を残してしまうぞ。処分しろ。これはベンヌ艦の命令だ。責任はこの私が持つ。撃て撃て撃て。大佐、慌てるな、ただの脅しだけだ。しかし大佐、ミサイル車です。このわしを本気で撃つ気か。真相が伝わればことは重大になる。連邦軍政府も憂慮しよう。これは事故とする。いいか、事故だぞ。ああ、北極ポートを目前にし、玄関の雪原地帯を解放軍は進んだ。前線で戦う者たちにとって政治の裏側、暗部の動きは分かるはずはなかった。退役しろ。
残念です、博士。カルメル！何を焦るカルメル君。対等以上の立場にならない限り、結局向こうの思い通りに運ばれるだけなのだよ。それでも独立を認めさせれば前進です。デロイアのために私は決断したのです。交渉は私たちがやります。和平交渉の間ここに留まっていただきます。ちょっと窮屈でしょう。貴様！やめろ！やめせ！私はこの無駄な戦いを早く終えたいんだ。念願を前にして、お前をまた本主隊のように傀儡になりたいのか！貴様！手荒なことはしたくなかった。ジョークさん！ジョークさん！ジョークさん！返してください！教団はいつも時代の行く先をわずかではあるがねじ曲げる。何？進行中止？ダラス。はい、ドガ市の本部から緊急指令で、今日から1週間双方とも攻撃をし合わないようにと。ちょっと待て、こら、なしてか。寒い中でにらめっこもねえだろ。私に当たっても知りませんよ。ドガからの指令ですから。おい、理由は何だ。わけもなく進行中止になるはずがないぜ。わからないんです。ただ指令が出ただけで、理由は追って知らせると。連邦軍も攻撃を停止だなんて。連邦軍で何か起こったのかな。局面は激変した。最終戦略地点北極ポートを目前にして、地球側の投げかけた和平への呼びかけに人民解放側が応えるといった意外なる急転を見せた。この間に地球からの派遣軍が続々と到着し、北極ポート内の戦力は通常の3倍に膨れ上がっていた。何？連邦軍が動き出しただと？少佐！東側に連邦軍のコンバットアーマー隊が続々と到着しています。一時停戦期間内の戦力バランスの逆転は、その後の和平交渉を地球主導のものとした。ふざけやがって！くそ！いいかみんな、手を出すんじゃねえぞ！くそ！少佐、これは完全に挑発行動ですよ。制圧をお前にして、デロイアの独立はなった。どうすればできるのかな。諸君らで実感はないだろうが、並行して進めた事務レベルにおいて連邦は我々に屈した。その事務レベルの交渉というのもこちらから持ちかけたものではない。諸君らの行動に危機感を抱いた地球側が申し入れてきたものだ。我々は勝利した。
あとは地球側とで和平への仮調印のサインを残すだけとなった。諸君、重ねて言う、我々の目的は達せられた。無用な流血は避けねばならない。直ちに自らの手で武装解除し、今後のデロイアの建設に心血を注いでほしい。だが、どんなことに出会おうと、諸君らなら必ずや自分に打ち勝ってくれるだろうことを信じ、そして人の言葉ではなく自分の目で真実を見つめていってほしい。ご同行していただきます。少佐、少佐。待て諸君、武装解除を受け入れてくれ。どんな戦いでも終われば必ず責任問題はつきまとう。当然のことだ。何かありましたね、博士。みんなに生きていてもらいたい。今の私にできるのはそれだけだ。わかりました博士、構いません。私一人の逮捕でそれが叶うなら。1年にわたり燃え上がった革命の炎が極北の風に当たり急速に沈静した。ベロ、独立ってな、こんな実家も何もねえもんだったのかい。死んでいった仲間は満足してくれんのかな、こんなんで。おらーい、おらーい、おらーい、よしぞ。クリンさん、その自己の信ずる政治的理念から、人類の未来のためと、地球連邦からのデロイアの離反阻止に命を懸けた巨人が異星の地に客死した。 SC-154 1月4日、今静かに一つの時代が去っていく。SC-154 2月、デロイア独立へ向けての本交渉は地球連邦の既得権保護権益留保の前に難航していた。あなた方の草案のように急に資本を切り替えれば、地球資本に経済を握られていて何が独立ですか。あまりにも我々の草案と違いすぎる。それをこれから一つ一つ解決していくのではありませんか。太陽の牙は実験を奪われ幽閉されたサマリン博士を救出し、ダグラムを奪って逃亡した。この行動はカルメルたちには暴走と映った。まずい、ゲロク、奴らが回り込んだぞ。急げ。ラコック弁務官は反革命ボートと断じ、地球連邦軍を出動させ断固処断を命じた。ここにデロイアの主権は侵害されようとしていた。圧倒的な連邦軍の前に孤立した太陽の牙は全滅の危機に瀕していた。事態を深く憂慮したサマリン博士は身を捨てて独立デロイア政府の説得に向かった。おい貴様、何者だ。あなたは手を貸してくれ。博士、ぐずぐずできない、急いでくれ。しかし手当てをしなければ。頼む、早くカルメル君のところへ連れて行ってくれ、早く。わかりました。どこへ行く。止め。邪魔をするな、博士は話し合いに来られただけだ。通してもらうぞ。何、サマリン博士が。博士、突然の面会を許してくれたまえ。頼みがあってきた。ああ、こちらに見えられた。いや、そんな必要はない。
君たちをどうこうしようというのではない。直ちに連邦軍の攻撃を中止させ、若者たちを救ってやってほしい。何、あいつらを。彼らを救ってやれるのは君だけしかおらん。お言葉ですが博士、彼らの行動はテロイアの独立を破壊しようとするものです。我々としても何も転んだあのような。分かっている、テロイアの状況が分かっているから私は私への処遇を甘んじて受け入れた。それは私たちが理想の前に現実の重さの方が分かる大人だからだ。だが彼らはそのような私や君たちをずるく許せない人間だと思っている。ただ一途なのだ。カルメル君、頼む。いけませんよカルメルさん。追及の手を緩めれば奴はまた何をしでかすか。博士はご自分の気持ちを抑えて頼んでおられるんだぞ。わかりました、すぐ攻撃を中止させましょう。それでは。カルメルさん、無茶です。私だが、ラコック弁務官を呼んでくれ。子供のようなことをおっしゃいますな、代表。連邦軍は撤退させるわけにはいきませんよ。やってくれ。デロイアは独立国家ですぞ、弁務官。あなたが平気でデロイアの主権を侵害するというのなら、我々としてもそれ相応の対抗処置を取らざるを得ません。どのような対抗処置を。お聞きしたいものですな。実力で連邦軍を排除せざるを得ないと言っているんです。つまり口だけではありませんぞ。面白い、できるならどうぞご勝手にその主権とやらを貫いてください。弁務官、電話ではなんですのでお話はそちらで伺いましょう。では後ほど。弁務官。本気で連邦軍の実力排除をやるんですか。危険ですよ。一歩誤れば地球と全面戦争に発展する事態にもなりかねません。ここまで来たら引き下がれんだろ。しかし実力排除は避けるべきです。弁務官がお見えになったら話し合いで。代表、危険すぎる影です。考え直してください。ここで一歩でも引き下がってみろ。一歩の後退は限りない後退に続く。ここは引けない、引いてはならんのだ。しかし何もあんな跳ね上がりたちのために。彼らのためじゃない。テロイアは独立国家なのだ。主権をあくまで貫く。ジャン軍司令部につないでくれ。急いで。大将。カルメルさん。私だ、カルメルだ。やる。ちょっとね、弾が乏しくなってきたぜ。そっちはどうだ。こっちもだ。とっちゃん、たまるかい。こいつが最後だ。大事に使いな。最後。こいつが最後だよ。無駄にすんじゃないよ、出しとき。どうしたの。なんだあれは。治安大将、治安軍指揮官は隊長を呼んでおります。そうだ。なんだと、どういうことだ。バカな、何を言うか。我々は撤退命令など受けていない。あなた方の行為は我がデロイアに対する重大な内政干渉です。これ以上の説明は不要でしょう。我々は弁務官の命令を受けて作戦についているのだ。君らにとやかく言われる筋合いはない。デロイアは歴史とした独立国家、主権は我々デロイアにあります。撤退するのかしないのか。断ったら。じっくりお願います。弁務官につなぎ。わかった、絶対に撤退はするな。ただし治安軍との交戦は私の命令があるまで下げるんだ。弁務官、お歴々が血相を変えて何事ですか。連邦軍が反動分子鎮圧に乗り出したそうですが、治安軍との共同作戦ダブラムの対応だいぶ気なくさくなってきましたな、弁務官。これからは順調に行きますよ。失礼。
もうあと5分か。連邦隊長ですよ。お願いします。連邦隊長になりませんよ。何が連邦隊長だ。連邦隊長お願いします。私はこれから赤ん坊をあやしに行くんです。では。いや、ちょっと、メムカ、お久しぶりです。でした。どうやら覚えていてくれましたね。何しに来た。私だっていい思いしたっていいじゃないですか。たかりに来たのか。いや、めっそうない。働きたいんですよ。日の当たるところで役に立ちますで、そばに置いてくださいよ。伏せろ。今の私はお前のような奴を相手にしている暇はないんだ。待ってくれ、ラクさん。あんたが今の地位にいられるのも俺が陰で動いていたからなんだ。頼むよ、ラクさん。カルメンの件だって、もしこれをあそこにいる連中にバラしたら。ちょっと困ることになるんじゃないですかい。いつか言ったはずだ。私はお前のような男が一番嫌いなんだ。日の当たる場所だと笑わせるな、この身の程知らずめ。相変わらずきつい。まあそうおっしゃらずに、ラクオクさん。寄るな。これ以上つきまとうと衛兵を呼ぶぞ。寄生虫めが、寄生虫めが、寄生虫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 、ラコック弁務官の急死により事態は一変し、地球側は太陽の牙追悼隊を急遽撤退させた。ウソ、代表をお呼びしてくれ。は、隊長、代表がお出になりました。そうか、撤退したか。よかった。もし連邦軍と戦闘にでもなったらと思うとゾッとする。彼らはデロイア独立の英雄だ。武装さえ解除したら身柄は自由にしてやれ。人間が変わるにはもっと時を、歴史を経なければならない。しかし私はまだ絶望はしていない。君たち若者が私たちにはできなかった新しい人間社会をきっと作ってくれると私は信じるからだ。新しい人間社会。君はロッキー君たちと何の隔てもなく付き合い、一つのものを築き上げようとしてきた。これがお寺たちには無理なのだ。そんなものは相手によりますよ。デロイア人でも嫌いな奴は嫌いだしな。あ、そうですとも。クリーンは別さ、あたいたちの仲間だよ。そう言い合える君たちだからこそ、これから先ずっと生き抜いてほしいのだ。私がダグラムにデロイア人ではない地球人であるクリン君に乗ってもらったのも、新しい人間関係を作りたかったからだ。あ、博士。ダグラムにデロイア人が乗れば、デロイア人というだけで地球人と戦える。だがクリン君が乗れば、同じ地球人に銃を向けることになる。迷いも痛みもきっと生まれるだろう。しかしそれを乗り越えてこそ、真の敵は何か、真の道は何かを知ることができるのだ。博士、しっかりしてください。しっかりしてください。もういいよ博士。分かったから、もう喋るのはよしてくれよ。これ以上喋ったら本当に本当に死んじまうよ。ありがとう、キャラリー。君は生き抜いて強いデロイアの子を産むのだ、ロッキー君。博士。そして地球の子供たちとデロイアの子供たちとで固く手を結び合うのだ。それは星と星とが結びつくのではなく、人と人とが結びつくのだ。生きるんだ。生きて新しい時代を作ってくれ。博
博士、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 博士。諸君、この日までよくやってくれた。私の人生の中でこれだけ充実した日々はかつてなかった。実に楽しい日々だった。諸君と会えたことを私は心から誇りに思う。ありがとう諸君。ジャン軍のマービン隊であります。すべての武器を放棄して1時間以内にここから退去していただきたい。わかった、言う通りにしよう。それじゃあ諸君、お別れだ。ジェイロクさん、どこへ行くんです？博士と部下を墓に収める。その先のことはそれからだ。俺も行きますよ。おいらも行くよ。俺っちも連れてってくれ。あたいも。俺も。いや、ここで別れよう。また会うこともあるだろう。その方がいい。ああ、わしらと行動して治安軍を刺激することもあるまい。さらばだ、諸君。ジェイロクさん。これからドキャスト終わったんですね、何もかも。だなせ、そぎゃんこと分かっとる。これからドキャストかと聞いとっとよ。ドキャストか。さて、どうすっか。さてな。このまま渡しちゃったらこの先一歩も進めない。僕はこの手でダグラムと別れる。クリーン、クリーン。クリーンの言う通りだ。自分の牙の落とし前ぐらい自分でつけようぜ。Thank you.
彼ららしい決着をつけたようだな。どうやらな。ダグラム。恐れていた、いつの日かと夢見ていた。心目覚め、翼広げて旅立つ日、ダグラム。己つなぐ鎖断ち切り、心縛る闇を切り裂く光の戦士ダグラム。目指せ遥かな地平、さらば優しき日々よ。再び夢見る日。鉄の腕はない、鉄の足は力を失い、うずもれた方は二度と火を吹くことはない。狼も死んだ、獅子も死んだ。だが砂漠の太陽にさらされながら、巨人は確信していた。若者は今日も生き、若者は今日も走っていると。巨人は若者の声を聞いていた。日渡る砂漠の風の中に。